調子と関羽を比較したら下道度合いが高いのは調子の方だと思うものの、アンチの数は圧倒的に関羽の方が多い気がする。あくまでも気がする適当なゆっくり霊夢です。まあ関羽と調子とでは圧倒的に関羽の方が知名度がありますからね。ファンが多すぎるがゆえにアンチも生まれるってもんです。若干馬超アンチのゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。暗愚の息子は暗愚なのか、ということを証明する友人を紹介していこうと思うわ。彼は蜀の二代目皇帝である友禅の息子で友禅の後継ぎに任命された人物でもあるのよね。むむむ。友禅の息子ですか。こいつはなかなかに気なくさそうな人物ですぜ。さて改めて紹介するのは友禅。父親の友禅は非難されこそすれど、ある程度の臣下たちからかばわれてきたものの、友禅に至っては誰一人擁護する人がおらず民からさえもあわや反乱を起こされかけた暴君。こいつはもうとんでもなさそうな男ですよ。じゃあまずは友禅を紹介する前に彼の父親である友禅から軽く紹介するわ。友禅は蜀の初代皇帝劉備の息子であり、劉備の死後に蜀の二代目皇帝に即位した男よ。劉備の死後、蜀の国力は大きく低下して周辺でも反乱祭りが起きてかなりヤバい状況になったものの、ここで劉禅は、蜀の上将である諸葛亮にかなりの権限を与えて蜀の国力を復活させることに成功しているわ。劉禅の父親である劉備は自分で色々な行動をした人物であれど、劉禅は基本的に政治やら軍事やらを臣下たちに丸投げしているから俗に暗君だったと呼ばれているわね。晩年には側近の宦官である、高校を信用しすぎたせいで、蜀の臣下たちは宦官の高校に逆らえず彼に何も意見が言えなくなったの。もし高校に歯向かえば高校は友禅に歯向かったもののことを断言するわずだからね。そうした結果、蜀の臣下は一致団結することができずに蜀は義によって滅ぼされることになったの。友禅と似たような性格をしている君主が古の時代にもいたんですよね。それが性の傾向という君主です。彼は口を開けば酒を飲みたい、だの、戦争がしたい、だの、高級を美女まみれにしたい、だの口にして、実際にこれを実行していた人物なんですよね。そんな性が滅びなかったのが彼が安永という臣下を重用して彼に、政治を丸投げしていたからです。慶光も自分のことを守ってくれた安永から還元を受けるとこれを素直に受け入れてましたし、この結果、聖は暗愚がいたのにもかかわらず黄金期を迎えることができたんですよね。彼ら二人の関係性は友禅と諸葛亮にそっくりです。この二人のエピソードについては安永を紹介した時に霊夢さんが解説しているので、気になる人はどうか見てあげてください。じゃあ小話はここら辺にしていよいよ本題の友禅を紹介していくわ。友禅は三国志にはちょろっとしか書かれていない人物なのよね。秦孝王に任命されたという記述しかないの。彼のことが載っているのが三国時代のちょっと後に書かれた歌謡国史という書物。この書物には友禅の長男は、すでに戦死していたので、年齢順で言えば次男が友禅の後継ぎになるべきだったものの、友禅は友禅を愛していたので序列なんて無視して彼を自分の後継者にした、と書かれているの。友禅は義に降伏した時に蜀の反乱に巻き込まれて長男を失ってるんですよね。そして友禅は義から安楽公に任命されているので、これの後継ぎを決めたってわけですか。皇帝ならいざ知らず、これぐらいの地位だったら好き嫌いで決めても良い気がしますが。まあ唯一問題だったのが後継ぎに指名された友禅が傲慢で乱暴だったことね。友禅の死後、友禅が安楽公になった。すると蜀の人々は友禅の牌を中央に願い出ようとしたのよ。これを見た蜀の旧臣である文立は、いやいや待ってくれ。新たな安楽公は一族には非道な行いはしている。ものの、その被害は民まで届いていない。彼はただ、亡き友禅様のせいで官職を得ただけの男なのだ、と言ってこれをなだめていたの。しかしその後も友禅の性格は治らず、蜀の旧臣たちが友禅をいさめたものの無駄だったみたい。これを最後に友禅の名前は歴史書から消えるわ。最低な男だったわね。もし蜀が義に滅ぼされなかったとしても、このような男が皇族だったら遅かれ早かれ必ず滅びたのではないか。そう感じます。
さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。自分の後継者を好き嫌いで決めてはならない。それがよくわかるお話でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。